もうあのプロ野球も完全にシーズンオフということでですね、あの何がありますか、これから楽しみなんて。ドラフトと、あれか、 WBC があるの、 WBC っていうかプレミアがあるのか、喋、はい、ってもいいんだよ今の時間そう、俺一人でこうなんか独り言みたいな感じになるね。何があるか分かんなかったっすもん。あ、そうなの、言われて、あ、確かにプレミア、そうそう、プレミアと、あとキャンプまでちょっとあれですかね、暇な時間ですよね、もうこれからね。そうですね、そんだけだよね。だってもうドラフトやってプレミアやってキャンプやるやってってぐらいだもんね、この先今。でもあと日シリが一応、日シリ、日本シリーズ、日本シリーズ、日本シリーズ、あれ、日本シリーズって どういうものでしたっけ、そんなありましたっけありましたっけ、日本シリーズなんて。あれ、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 ないわけないでしょ。いやいやいや、ちょっとなんかここ10年ぐらい日本シリーズっていう言葉をあれ聞かずに来ているので。いやいやいや、もうだって俺もうはさ、中日のキャップかぶって出てますから、この番組ね。もう今年キャンプ行ったんですよ、2月に。あ、ね、キャンプ行って、そうですよ、まあ彼女と一緒に行って、憧れの女の子連れてさ、見に行って、こういろいろあのうんちこ語るというかさ、そういうのに憧れで行ったんですけど、まあ、あの広島カープ10対03安打完封負けという、わざわざ沖縄まで行ってですよ、カエル化っすね本当に。いや、カエル化、カエル化、俺が中日にカエル化してるよ、そんなの。まあまあ、でもね、ちょっとこう、まあ、今日本シリーズで最近は盛り上がってるらしいですけれども、はい、はいはい、私にとってはあんまり関係がないシーズンで、縁のない話、縁のない話ですよね。というわけで今日はこうラジオと野球に、ちなんだお話をやっていきたいと思います。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない。はい、こんばんは、高山ひろしです、よろしくお願いします。というわけですね、今日はあの代打 MC の方に来ていただいております。こちらの方です、どうぞ。はい、筑波大学日本文化学部、日本文化学部に3年の滝谷修太と申します、なんでちょっと面白がってるんで、その自己紹介いや長いからね、かまず言えるかな。もうなんかないの、その自分のさ、所属してるところを言う以外の自己紹介みたいなのって。いや、どんだろうね、どうも筑波 D でーすぐらい。そうそうそう、いいじゃないですか、それ一応だって前にこの番組出てくださったじゃない。その時はちょっとつくば D の滝谷くんですって言って紹介してやってんだから、もう今日はもう一人の滝谷修太なんで、どういうこと、もう一人つくば D じゃない方の滝谷修太。なんでさ、メディアに出るのにつくば D じゃないやつ呼んでくるの。いやいや、ちょっと今日僕メインじゃないんで。まあそうだね、つくば D できちゃうとどうしても自分目立っちゃうんで、野口さん、すごい自信ですね。分かりました。ちょっと、ま、もうちょっといいよ、つくばディ出してもらって。もうちょっと出してもらっても大丈夫ですよ。半つくばディ。半つくばディでね。はい。というわけで、今日はですね、オープニングちょこちょこ声も漏れてましたけれども、ゲストの方に来ていただいております。こちらの方です。どうぞ。はい。私も今年はあんまり日本シリーズ、はい、関係ありません。オリックスファンの野口里子です。っていうのはちょっと置いといて、はいはい、筑波大学の、社会国際学群国際総合学部2年生の野口里子です。よろしくお願いします。というわけで、大学2年生の野口さんに来ていただいておりますけれども、はい、若いですね。今、3年生と2年生だよね。3年生なんですけど、1年休学したんで、先は野口さんと同じタイミングで。そうですね。なるほど、なるほどね。はい、学年は一緒みたいな。うんうん、じゃあちょっと今日はタメ口でぜひ。いやいやいや、もうタッキーって、はい、タッキーっていい、タッキー懐かしいな、敬語になっちゃう。ちょっと照れてるんです、ね、野口さんは、こうどういうあれで来ていただいてるんでしょうか。まあ呼んどいてこんなこと言うのはあれなんですけれども、ちょっとオリックスファンとか言ってオリックスファン代表としてわけではなくて、そうそうそう、ね、はい、今日はですね、まあ、あの高山さんの方から、はい、今私筑波大学の、まあ、あまり今こういう言い方をするとちょっとあれなんですけども、うん、はいはい、まあ、ミスコンミスターコンのような、うんうん、筑波コレクションっていうものに出ておりまして、うんうん、まあ、ナンバーシックスとして、はい、筑波大学の総合祭っていう文化祭まで活動しております、はい、よろしくお願いします。お願いします、ね、先週の北谷君に引き続いて筑コレから、野口さん来ていただいてますけれども、うん、これも結構毎年その筑コレの人出てくれてるんですよ、はいはいはい、なんか候補者ですとかって頑張りますみたいな感じ毎年出てくれるんですけど、はい、去年、その前の年一応
あの出てくださった人その後グランプリ取るっていうのがありまして、ジンクス、はい、去年シュン君とひなちゃんと、まあ、ひなちゃんはね、あのこの番組結構こう最初の方からパーソナリティ側で出てくれていて、で一時期その私はつくこれに出ますって言い出してラジオから一時期離れたけど、最近また戻ってきてくださいましたね。そうですよ。その前は、その前はそうそう、その前も今ちょっとなんか事務所に入って、活動をされている方なんですけど、遠藤奈子さんっていうね、遠藤奈子さんが、はいはいはい、そうそうそう、もう駆け抜けていきましたけど、ね、結構ね、奈子さんは出てくださった時はもう1週間前とかの結構もう追い込まれの時期にお呼びしちゃったので、はい、結構本人も大変そうでね、やってましたけど、まだあと本番まで、これ放送されるのが、10月の22日なので、はい、ちょうど1週間前、10日前ぐらいですね。まあ、収録時点では半月前ぐらいですけれども、どうですか、はい、今の心境みたいなのは。そうですね、まあなんて言えばいいんですよね、やっぱ、まあ、大変ではあるんですけど、はい、やっぱ、はい、それこそつくばディさん、反つくばディさん、反つくばディさんともやっぱりこのつくこれを通して出会えたりとか、うんうん、そういうご縁っていうものが、はいはい、ね、すごく ありまして、はいはいはい、本当に素敵な経験をねたくさんさせていただいております、はいはいはい、なるほど、はい、あんまり会えなかった、普段会えない人も会える。そうですね、それこそね、この本当にラジオ、私も、うん、ラジオちょっと後から話すと思うんですけど、はいはい、すごく好きなので、はい、これに呼んでくださったことがすごく嬉しくて、はい、ありがとうございます、楽しみにしました。よかったです、ありがとうございます。素晴らしいですね、各方面に対する配慮が、ね、そうそう、ちゃんとその構成が頭に入った人の話し方だよねでも気持ちよくなっちゃいますそうですね、もう終わりでいいんじゃないですかここで収録終わりです、もう接待で終わってあと音楽流して終わるんですけどそもそもつくばコレクションに出ようって思ったきっかけっていうか理由とかって何かありますか。そうですね、私ちょっとバイトを、まあ、大学の方で、はい、まあ、大学の中にあるバイトをしてるんですけど、中にあるバイト、はい、まあ、特定されちゃう、結構特定されちゃうかもしれないですけど、ね、はいはいはい、まあ、そこに実行委員の方が偶然来まして、うん、でそこで私が接客をしたら、うん、なんていうんですかね、うん、まあ、いい言い方をするとスカウトをされたみたいな感じで、はい、ぜひ出ませんかという形で、まあ、声をかけていただいて、はいはい、まあ、すごく迷ったんですけども、うんうん、やっぱり私自身、まあ、さっきからすごい野球を好きってことをアピールさせていただいてるんですけど、うん、野球をずっとやってまして、中学生の頃から、うんうん、はい、でそれでやっぱ何ですかね、こう、うん、女子で野球をやる自分の姿を見て、何、うんうん、ていうんですかね、こう少しでも勇気を持っていただける人がいたりだとか、うんうん、まあ、誰かの希望になれたらいいな、うんうん、と思って、うんうん、出場に踏み切りました。なるほど、はい、じゃあ結構その自分野球がお好きなんですね、はい、まあ、予告編でもいろいろ野球の話していただきましたけれど、はい、今ほら野球女子プロ野球チームができたりとか、なんかイチローの、ね、チームが、ね、はい、ね、はいはい、女子高生の野球部と試合したりとか、はい、結構そういうふうになってきてますけれども、はい、まあ、まあそれにこう通ずる何かがあるっていうところですかね。そうですね、なんていうのかね、実力的な話をすると別にそんなに上手とかそういうわけではなくて、うんうんうん、もう本当にただ野球が好きっていう気持ちでずっと野球を続けてきたんですけど、はいはい、まあ、やっぱりどっちかというと私はその野球をやってきた自分の経験を通して皆様に何か伝えられることがあるかなと思って、うんうん、まあ、それでこういうふうに活動をしていますね。なるほど、素晴らしいですね。いやいや、ね何ですかその上っ面みたいなコメント、さっきからすごい中身のないペラペラのコメントしてました、ね、そうだよね、いや僕も野球やってたんで、うん、そうだよね、素晴らしいな、うんうんうん、やっぱりこう女の子の人口、野球人口っていうのはめちゃくちゃ少ないんで、うん、そうだね、それでしっかりこう自分のためだけじゃなくてこう、うん、誰かのために活動するっていうのはやっぱもう僕も見習わないといけない、まあ、それはそうですね、やっぱり誰かのためにね。実はうちの妹もなんか野球やってたんです、はいはい、でも小学校ぐらいで辞めちゃったんですよね、はいはい、っていうの僕もやってたし、うちの弟もやってたから、うん、まあ、庭でこう遊んだりしてるとこう、ね、みんなできた方が楽しいじゃないですか、はいはいはい、っていうので一応こう少年野球チームに小学校2年生3年生ぐらいまで参加してたんですけど、やっぱ女の子1人っていうので、はい、そうですよね、まあ、あんまこう続かなくなっちゃってやめちゃったんですよね、そうですよね。ちなみになんで野球始めようとかって思ったんですか。それが、まあ、今すごく大谷選手って有名だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと通ずるところがあって、まあ
うちの家族も実は結構みんな野球をやってて、うんうん、お父さんもやってて弟もやってるっていう状況だったんですけど、うんうんうん、まあ、プロ野球が家ですごい日常的についてる家庭だったんですね、うんうんうん、まあ、でそれで、まあ、大谷選手のいる日本ハムがすごく強い時があったじゃないですか。あれを見て、あの、まあ、普通の女子とかいう言い方もよくないかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、普通に女の子で野球をできるってやっぱこう考える人がそもそも少ないと思うんですよ、うん、野球って男子のスポーツっていうイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、ね、まあ、だからなんかそこでかっこいいって止まるんじゃなくて、私もこうなりたいって思ってた、はいはい、はい、それで、まあ、あの、でももう小学校多分 5,6 年生とかだったので、はいはいはい、まあ、スポ少入るのにちょっと遅いってなって、うんうんうん、まあ、やるんだったら中学生から、あの、やってみたらって、うんうん、まあ、親の後押しもあり、うん、まあ、入部に踏み切り、中学生の時に野球部に入り、高校はソフトボールを続けて、うん、今でもサークルでね、本当遊びみたいな感じなんですけど、はいはいはい、あの、野球がを楽しく続けてるって感じ。なるほど、はい、タキヤ君はなんかちなみに野球やるきっかけって何だったんですか？いや、もう家の目の前が野球グラウンドだったんで。へぇ、運命でしたね、はい、野球やるために生まれてきたみたいな。野球やるために生まれてきて。タキヤ家はもう、タキヤ家でも僕だけなんですけどね。あ、そうなの？そうなんだ。兄はテニスやってたんで。へぇ、でもなんか僕の小学校とかはもうめちゃくちゃ全校生徒少なくて、うん、本当に50人ぐらいのところだったんで、うんうん、もうみんなその野球やるんですよね。ほー、他のスポーツがないんで。なるほどなるほど。それで僕も野球入ったんですけど、結果的にね、高校まで12年間続けさせてもらいましたけど、うんうんうん、いやでもすごい楽しい思い出がいっぱいあって、うん、その中でやっぱり女の子もいたんですけど、そうなんだ、本当に一人だけだったんですけど、中学校入るとき辞めちゃったんですよね。あー、なるほどね。そういうのところでやっぱ野口さん続けてるのすごいなって思いました、ね、確かに確かに。途中こうもう限界かもなみたいな時もなく、普通に。いや、そうですね、うん、いや、なんかまあでもあんまり覚えてなくて、うん、まあでもまあ、それだけ結構野球をやってきて楽しい思い出の方が多いっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり、まあ、そうですね、中学校の時とかは、うん、本当それこそ中学校で始めたので、うんうんうん、初心者っていうので、うん、まあ、一人だけ女子っていうので、うん、まあ、なかなか厳しい時もあったりとか、あと高校は高校でソフトボールがめっちゃ部員が少なかったんですよ、はいはい、あの、女子の部活だったんですけど、はいはい、まあ、それもそれで結構大変なことが多くて、ね、そうですね、だけど、まあ、なんていうんですかね、あの、野球が好きっていう気持ちがあんまり揺るがなくて、うん、まあ、その気持ちと、あとは本当にチームメイトに恵まれまして、うん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 、ここまで続けてくることができました。なるほど、はい、やっぱ野口さんの活動を通じて、もしかしたら途中で私一人だし、もうやめちゃおうかな、普通のなんだろう、女子みたいになんかこうなんかあんまり良くない言い方ですね。なんかもう別に野球汗かいたりするのじゃなくて、普通にこうのんびり暮らそうかなって思ってる女の子にちょっとこう背中を押すような。そうですね、それももちろんですし、はいはいはい、その野球やってる人たちの力になりたいっていうのももちろんですし、うん、多分そういうことを考えてる方たちって別に野球を女子だけじゃないと思ってて、例えばなんですけど、まあ、男女比で言ったら、例えばサッカーをやってる女の子だって同じようなことを考えてるかもしれないし、あの、まあ、あとは例えばあの、まあ、看護師とかってやっぱり女の方が私の中で多いイメージで、うん、その中でやっぱり男子でも看護師になりたいって言ってる方、うんうんうん、でも女子多いからなって諦めちゃったりとか、ね、うん、あとはまあ根本的に男女の話じゃなくて、はいはいはい、なんかやってみたいんだけど、これちょっと、うん、まあ、いろんな原因があってあんできないんだけど、でもやってみたいんだよねみたいな方たちの、うん、まあ、全体的にっていうか、こう背中を押せたらいいなって思ってます。なるほど、はい、いやいや、実はこの番組も結構ねあれなんですよ、こう恥ずかしくてやめ、あの、こうやりたいことを思い切ってできないっていう人のなんか背中を押したいなみたいな思いもちょっとあるので、はいはい、ぜひこれ終わったらどうですかラジオにやっていただいても。本当にラジオ大好きなので。感動ですか、はい、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、上っ面みたいな返事が返ってきたんだけど。いや言わせた感。そうそうそう、すごい言わせた感満載。いや、でも確かにそうだよね。こう、途中でこう折れそうになるときにこう誰か応援したいみたいなのって、なんかラジオってそういう力あると思うんです。すごい。やっぱ1対1で、問いかけるなんかこう力がやっぱあるし、はいはいはい、僕もこう芸人さんのラジオとか聞いてて、はい、なんだろう、こう、なんだろう、自分と同じようなこと考えてるやつが他にもいるみたいな、そういうこう一人じゃない感みたいなめちゃくちゃあったので、うん、なんかそういう活動をこうラジオの方でもなんか野口さんがこう展開してくれてたらいいのかなというふうに思いますけどね。ありがとうございます。つくこれの方ではこう、はいはい、結構発信したりするじゃないですか、はい、その辺はどういうことやってるんですか。そうですね、まずは、まあ、SNS アカウントを、うん、まあ、X、Instagram を動かして、うん、まあ、そこでこうなんていうんですかね、まあ、人となりというか人柄というかをこう発信していくっていうのと、はいはい、あと
クチャっていうアプリがあるんですけど、まあ、そこで一応配信、うん、インスタライブみたいな形なんですけど、ね、やってますね。はい、配信では何か面白いことやってるんですか？いや、なんか全然本当に面白くなくて、はい、なんかまあ、実を言うと結構喋るの好きなんですけど、はいはいはい、この活動を始めて思ったんですけど、うんうん、なんて言うんですかね、あのリアルタイムでコメントを読みながら、こうなんて言うんですかね、あの向こうはコメントでこっちが一方的に喋るみたいなのがあんまり得意じゃなくて、はい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 、はい、わかりますか？めちゃくちゃわかる。俺もやるんですけど、TikTok とかやるんですけど、こっちのあの喋ったことに対してコメントで返ってくるのってすごいレスポンス遅いから、そうなんですよ、めっちゃわかります。すごいなんか温度感が合わなくて、なんか結構しんどいなって、あ、なるほどね、も感じるんで。なるほど。だからちょっとあの喋った話題と次の話題に行こうとしたらさっきのコメントが来るみたいな、そういうね、はい、だからある程度例えばこっちが話題を決めてたとしても、うん、やっぱあのコメントによって結構それが左右されちゃったりとかして、うん、まあ、あの高校生の時にちょっとラジオをやらせてもらってた時もあったんですけど、はいはい、まあ、それをやってたから私もちょっと喋るの好きだからいけるかなと思ったんですけど、うん、いや、なんかなんていうんですかね、こうラジオとかとも全然違うっていうか、それが結構難しくて、あ、なるほどな、全然面白くないです私の配信。全然面白くないです。普通にそれはあのなんか企画をやるとかじゃなくて、オーソドックスにこう来たコメントに言い返すみたいな。そうですね、やっぱ企画やるとかも結構、うん、多分かなりの体力を使ってると思うんですよね、皆さん。だから、あの、あ、まあ、でもこれは一個の私の配信の特徴かなって思うのは、はい、なんか野球ファンが集まる。ああ、なるほど、はい、なるほどね、そうなんですよね。だからその野球女子ですってやってるからこうね、はいはいはい、あの俺も野球の話分かるぜって言ってコメントするとなんか俺みたいなやつの話も聞いてもらえるかもしれないみたいな、こういうやつが集まってくるわけですね。そうですね、まあ、でもあのちょっとあのあれですけど、なんかなんていうんですかね、本当にあの今どこどこが強いですねみたいなコメントとかを、はいはいはい、結構通な方がいっぱい来ていっぱいコメントしてくださって、うんうんうん、まあ、そういう時は結構盛り上がったりとかしますね。あ、まあ、なんかよく、はい、か悪くかちょっと新鮮なんだと思いますね。なんか女の子がいる場で男が野球の話ばっかりするとこう大体こう地獄みたいな空気になるっていうのが、まあ、まあまあ世のね、はい、多数なわけで、それちょっと乗ってきてくれるとちょっと嬉しいみたいな風になるかもしれないですね。そういう経験ありませんか？いや、そうですね、やっぱ僕も野球好きなんで、はい、彼女とかが野球、あの元々付き合ってた子は野球全然好きじゃなかったんですけど、うん、なんか球場とか行って、うん、ここ、こうなんだよとかって言うと、へえーみたいな、あ、そういう感じで、なるほどね、多分、まあ、それに近いのをちょっと野口さんも感じてるのかなみたいな。それに近いのを感じてる、それに近いものっていうか、なんていうの、なんていうの、あ、違う、あの、すごい言いたいことは分かって、だから例えばそれは私で言う、多分友達とかだと思うんですよね。例えば男子だったら、うん、まあ、野球好きな、うん、あの見てるグループとかあると思うんですけど、うん、やっぱ女の子だとそもそも見ない、何それ、はいはい、みたいな、え、なピッチャーやってるの、バッターやってるのみたいな、うんうんうん、いや、あのバッターはみんなやるんだよくらいのところからこう言ったりとかしないといけないから、うんうん、やっぱ女の子とこう野球の話ってあんまりできないみたいな寂しさはやっぱりありますね。だから多分あのそれに近いものをあの元カノさんに感じて、スーパーフォロー、うまく拾ってくれました。そうそう、うまく拾いましたね。いやいやいや、めっちゃ説明下手くそだったんですけどね。もうね、そうそうそう、あのね、金本 の、 あの引退する直前みたいになってますけど、いやいやいやあの鳥谷がねレフトの方までカバーしに行くみたいな、誰が分かんのよ。いや気持ちいいね、こういうのですよ、だこういうやつが配信にいっぱい来るんだよ、気持ちよくなっちゃう、ね、そう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 、こういうなんかあの誰が分かるんだよみたいなのをこう拾ってくれるみたいなね、うまく野口さんやっぱ拾うのうまいから、うまいですね、結構やっぱ体力はいると思う、ね、確かにそれはそれで体力、それも言いたかった、それはそれで体力いるかもしれない、体力いるんですよ、いやいやいや、結構あと同時並行でいろんな話題が進んだり、あ、なるほどね、それをこう拾うのが結構大変だった、そうですよね、あ、なるほどなるほど、あの僕昔付き合ってた彼女がちょっとその精神が難しい人で、メンタルが難しい人で、メンタルが難しい人で、なんだろう、こうもう一緒にいるんだけど、もう口聞きたくないみたいなことを言われて、僕が喋ったことに対して LINE で返してくるみたいな、ありましたけどね、配信だったかもしれない、配信だったかもしれない、そうそう、目の前にいるのに配信だったか、配信だったかもしれない、目の前にいる人のコメント読み上げしたの多分 僕ぐらいだと思いますけど、ミクチャしてたよ、ミクチャしてたかもしれないですね、気持ち分かりますよ、無理やり共感しようと思ってこの話したんですけど、無理やりすぎるな、ラジオも高校の時やられたってことで、はい、高校の時やってたラジオはもうあの
それこそ今で言 こう僕らみたいなことをやってたみたいな。そうですね、はいはい、そんな感じで、はいはい、私の出身が福島県のいわき市っていう、うん、ちょうど茨城県のすぐ上の市になるんですけど、うん、FM いわきっていうラジオ局がありまして、うん、そこで毎週土曜日の4時半から、はいはい、高校生の番組ハイコムっていう番組をやってます。ハイコム、ハイコミュー、ハイコミュー、ハイスクールコミュニティって。あー、なるほどね。ハイコミなんですけど、はい、なんかその番組は、まあ、高山さんみたいなアテンダントさんにあたる、うん、まあ、今タッキーさん、うん、まあ、そのなんていうんですかね、こう一人回してくださるプロの方がいて、うん、そこを、まあ、こんな感じで本当にテーブルを囲んで、うん、高校生が何人か座って、うん、毎週一個話題を決めて、うん、それについてみんなで話すっていう、うん、まあ、なんていうんですかね、高校生の今に特化した番組だった。あ、なるほどね、はいはい、楽しそうですね。すごい楽しかったです。スクールオブロックみたいな感じですね。あ、そんな感じですね、はいはい、まあ、それのなんていうんですかね、地方版みたいな、はいはいはい。何ちょっと笑ったんだけどね。スクールオブロックっていうなんかラジオ番組があるんですよ、有名な。へえ、そうなんや。そうそう、有名な。割とラジオ好きな人は知ってますね。まだ聞いたことある。そうそうそう。どういう感じなんですか。いや、でも本当に何だろう、なんかこう校長みたいなパーソナリティで、そうそうそう、みんなの兄貴分みたいな立場のパーソナリティが、はい、こうそういうちょっとこうティーンの子たちのお悩みに答えたりとかっていう、そういう感じでしたね。そうですね。そう、もうやめ、まだやってるのかな、分かんないけど、夕方ぐらいの。うん、夕方から夜ぐらいのね。私が中学校くらいの時までは聞いてた感じがするんですけど、うん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 、最近はどうかな。そう、いや、だからちょっと僕らもさ、あるわけですよ。こうもう、もうあの30手前になってきて、僕も大使も、大使なんかも30歳になっちゃったから、ちょっと大学生のこう20歳前後の子たちのね兄貴分的なキャラになろうとして頑張ってる時期もあったんだけど、結局こうずっと中学生みたい なんか中学生の教室の隅っこで喋ってるみたいな話を毎回のようにしてしまうので、何のエールにもならないっていう今に至るんですけど。大使はでも大学生より大学生ですよ。ああ、そうですか。しゃいでるからね、まあ、そうね。今日も、いや、今日もね、大使さんが来れない理由っていうのはね、勝手につくま大使って人はお祭りが大好きなんですよ。ね、研究学園っていうところね、はいはいはい、隣町のお祭りで、なんかその、おみこしの練習をするね、マシンがあるんですよ。はいはいはい、ね、それをこう出展して、なんかおみこし担ぎ体験みたいなのやってるらしいです。みこし大好きやからね。みこし大好き。すごい、本当にお祭り、そうなんですよ。お祭り、つくばのお祭り男。そうなんですよね。だから、大使さんがもしね、いる時にもまたぜひ遊びに来ていただければと思いますけど。ありがとうございます。なんかその時は 2年ぐらいやれたんでしたっけ、ラジオ。すいません。くしゃ、急に風邪ひいた。急に風邪ひいた。はいはい。そうですね。はい。2年ぐらい。大丈夫、水飲んでください。水飲んでください。2年もやってたのすごいですね。ねえ、結構だから、ほら、スムーズでね、喋ってても全然噛んだりしないし。いやいや、そうですね。部活もあって、学校もあった中で。確かに確かに。活動。そうですね。なるほど、ね。まあでも、なんていうんですかね。スタンス的には、うん、こう本当にオーディションとかも全くなくて、はいはいはい、やりたい高校生が、うん、こう LINE グループにバッて集まってて、うん、そこにラジオ局のディレクターさんとかがいて、うん、今週のこの日に収録します、来れる人は反応くださいみたいな感じで言って、来れる人が反応して、そのだから来れるメンバーだけでって感じだったので、うんうんうん、面白いスタンス、はい、でもだから本当に私なんかはなんていうんですかね、部活もやってたし、うんうん、あと、まあ、受験もね、結構いろいろ忙しかったりとかしたので、はいはいはい、マジで毎週出てたとかでもないんですけど、うんうんうん、はい、行ったらどういう話をするんですか、ちなみにそこでは。そうですね、まず、まあ、詳しい話をすると、うんうん、行ってまずミーティング、ちょっとミーティングみたいなのがあって、うん、そのアテンダントさんと今日どんな話するみたいな、そしたら高校生がそういえば最近見た映画が面白くてみたいな、あ、じゃあ今日は映画の話、映画の話、じゃあこっちの方は どういう映画が好きなのって言って、私はこういう映画が好きなんですよって言って、はいはい、本当にその内容をうまくアテンダントさんがラジオ番組にその後してくれる、構成してくれるんだね、はい、って感じで。そうなんだ。そう、あと曲が絶対に1曲選べて、あ、そうなんだ。でなんかもう結構なんていうんですかね、地方 FM って、はいはい、こう結構ちゃんとしてるところもあるし、うんうんうん、こうボランティアみたいな形でやってるところもあるじゃないですか。でかなりちゃんとしてた FM 局で、本当にもう、まあ、ちっちゃいはちっちゃいんですけど、すごいちゃんとオフィスみたいなのもあって、うん、で CD がめっちゃバーって並んでる、でも見たら感動するくらいあって、はい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 、そこから毎週1曲ずつみんな CD 探して選んで、楽しいな、今日これにしますって言って、これのナンバー流してくださいって言って、はいはい、今日私が選んだ曲はこの曲です、どうぞみたいな感じ。1回はやってみたいですけど、1回はね、やってみたいよね、そういうのね。
まあ、この番組の対局にあるようなこうぬるぬると呼んでぬるぬると始めて曲も流さないみたいな番組ですけど、まあ、ラジオつくもお昼とか夕方の生放送ではあのリクエストの曲とか ね、はい、あるのでね。生放送とか出たことあります？生放送がなくて、はいはい、それも収録だったので。あ、そうなんですか、はい。ぜひなんか希望があれば言ってきますよ。なんか生放送出たがってる人いましたよ。いや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 、もうぜひね、いつかやってみたいですね。本当ですか、はい、でも本当に配信みたいな感じですよ。いや本当にですよね。そうそうそう、ね、だからしばらく続いた後に、あ、ツイッターじゃあそろそろ見てみましょう、何々さんが言っていますみたいな。あ、なるほどね。そういう感じですよね。いや俺もやりたいなそれ。生放送、生放送出たことないですか？ないんですよ。つくばディで出たことないんですよ。あ、そうなんですか。結構なんかつくば大学で面白い活動とかいろいろやってる人、夕方とか生放送出てますけどね。あ、そうなんだ、うんうんうん、なんで俺呼ばないんだろうね。なんか知られてないんじゃないですか、やっぱり。認知度低いのかな。認知度やばいでしょ、俺呼ばないと。まずうんね。でも TikTok とかさ、やっぱちょっと活動の形態がとあれかもしれないね。まあ、そうだね、年齢差違うと Z 世代的な感じが。そうそうそう、はいはい、そうだから多分もしかするとこれから今高校生で大学上がった時に、うん、あれっていうかもしれないです。いや、まあ確かにね。そう、来年、来年あたり。なんていうんですかね、私も本当にミスコン、うん、ミスコンっていうかつくこれを始めてから、はいはい、滝谷さんと喋ったんですけど、はい、いや知ってたので、うん、いやなんか有名人に会ったみたいな感じでしたね。そうなんだ。はいはいはい。会った時どう、いや滝谷さん本物だみたいな感じだったんですか？あ、いやなんか、あ、なんだろう、なんか最初に結構やり取りをもうしちゃってて、はいはいはい、そっからあったんですけど、いやなんかまあ、ちょっとあの業務上の都合で LINE を交換したりとか、うん、業務上の都合ね、あくまで業務上の都合、業務上の都合です、もちろんです、はいはいはい、なんですけど、あ、 LINE 交換できるんだみたいな、みたいな、そんな感じでした。なんか俺がやばいやつみたいになって、いや別にやばいやつになってないですよ。本当に業務上ね、必要だったんですよ。そうそう、全然いろいろコラボとかもね、はいはいはい、していただいてたので。あ、コラボとかもしてるの？つくばディに出てるってことですか？つくばディってよりかは、うん、あの滝谷さんがやってるつくばライブっていう、はいはいはい、はい、ちょっとね宣伝になっちゃうんですけど、いやいや、ちょっとどんどん言ってくださいよ。つくばライブっていうね、はい、こうつくば大学のホームゲーム、部活、うんうんうん、体育会系の部活動がやってるホームゲームを主催するっていうか、まあ、運営するっていう学生団体というか有志の学生 の、 あの集まりがあって、はい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 、それの、宣伝動画に小口さんをキャスティングさせていただいて、キャスティン グ、 キャスティングです、ね、もうついに人をキャスティングする人になりました、ね、だいぶ敏腕プロデューサーで。ショートドラマ風の動画なんですけど、ショートドラマ、はい、あのバスケ部の方一人と、はい、野口さんには、文学少女対局にあるような役を演じてもらってちょっとキャスティングするときに迷ったんですけど、はいはい、ただ野口さんの演技力ならいけるだろうっていうか、いやいやいや、すごい、つくこれの人の中で何を根拠に、うん、もうのなんか感じるものがあったんですよね、やっぱり。言葉に、ありがとうございます、感情のせいのがうまいという、なるほどね、野口さんだなと。野口さんにあのやってみないって言ったら、あのいいよやりたいですっていうふうにすぐ言ってくださって、はあはあはあ、それですぐ撮影させていただいた。そうなんだ、経緯がありましたですね。え、演技はあるんですか、そういう経験みたいなの？いや全然なくて、うん、まあ強いて言うなら、うん、小学校のお遊戯会でメロス役やった、うん、もう強いて言い過ぎですよね。でもメロスの役、本当に走りました、メロス。マジか。なんかあの体育館の後ろから、はいはいはい、ちょっと道みたいなとこあって、そこをめっちゃ全力ダッシュするっていうメロスを。それ臨場感のあるお芝居ですね。臨場感のあるメロスをやりました。なるほどね、はい。いや、あんな演劇も動画見てほしいんですけど、メロスの片鱗がある、メロスの片鱗ありましたね。文学少女でもちょっとメロスとも対局全然走んない役でしょ。走ん、そうですね、今第2話が公開された段階なんですけど、はい、あ、そうなんだ。第3話ではもうメロスぐらいの疾走感だから、もう臨場感あふれるような、なるほどね、素晴らしい弾けぐらいになってます。いや、これ放送の時にはちなみにもう第3話、もう第3話流れてる、流れてる、流れてますね。つくばライブで、はい、はい、見ていただければと思いますけど、はい、で出身が福島県なんですよね、はい、です。なんでオリックスファンなんですか？それは思いました ね、 めちゃくちゃ。いや、あの福島県って、うん、なんていうんですかね、地方球団がないから、うん、割と、野球振興の自由が結構確約されてる県なんですけども、私ずっと野球見てたんですけど、うんうん、やっぱこう忙しくてプロ野球見なくなる時期ってありません？わ、うん、かります、わかります。ちょっと今そっちどころじゃない、うんうん、毎日やってるし、そうそうそう、なんか情報がどんどん更新されて、はいはいはい、ちょっと今見れないわみたいなのが、うんうん、まあ、ちょっとプロ野球から離れて、うん、で、オリンピックで野球優勝した年あったじゃないですか。あれはもうもちろん見てたんですよ、はいはいはい、でその時にその吉野部さんね、うん、
すごいみたいな。山本由伸。由伸もすごいって思ったし、うん、あと森下とか、はあはあ、もうなんかあのちょっと野球3年くらい離れた時に、なんかすごい人めっちゃ出てるみたいな。うん、プロ野球応援したいみたいになった時に、うん、まああの。コンテンツとかをいろいろプレーとか見て、はいはいはい、あのその年オリックスがめっちゃ強かった年ですよ。あの、正尚いて、はいはいはい、いてラオウが4番で本塁打王みたいな。これ本当に好きな人の言い方だっていう年で、ちょっとオリックス応援しようと思って、はい、そうなんだ、ファンになりました。まあ、スターズ選手揃いですからね。いや本当にそうだったんですよね。確かにな。山本選手もね、うん、ね、本当にしてましたし、大谷で騒がれてるけど、やっぱり吉田正尚もだいぶ、ね、活躍してますし ね, で, すね。でもその時の主力の選手ちょっと抜けちゃったんですけど、それでも変わんなかったですか、うん、いやそうなんですよね。なんかそう 今結構だから寂しいフェーズで、だいぶ寂しい。確かに確かに。そうなんですよね。それこそ、まあ、正尚さんはメジャー行っちゃった、うん、吉野部さんも行っちゃった、うんでうんまあ、あと山崎幸也選手が日ハムに行っちゃった、ねね、それまあその前ですけどトライ選手も行っちゃった、はい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 、あとまあ今結構主力選手が今結構ファームに下がってるのと、うん、あとまあ足立選手の引退と T 岡田選手、小田選手、比嘉選手とかが引退しちゃって、うん、結構今寂しいフェーズで。そうだね。そうなんですよね。一つの時代がちょっと終わった感ありますよね、オリックスはね。まあ、ちょっと私の良くないところなんですけど、結構飽き性っていうのがあって、うん、なんかこういろんなものを点々としちゃうんですよね、うん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 、それであのちょっとソフトバンクに浮気しそうになってはいるんですけど、いやちょっとでもなんかオリックスファンがソフトバンクに浮気はちょっと、ちょっとあのオリックスファンにねちょっと叩かれそうで怖いんですけど、いやなんかさ、その地元の、野球部と付き合ってた女の子がちょい悪の、ヤンキーみたいなやつにこう惹かれちゃうみたいな気分、なるほどね、ちょっとチャラめの、ね、ちょっとチャラめのなんかこう年上のイケイケのやつに、ね、惹かれちゃうみたいな、結局そっちなんやね。そう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 、まあ、でもっていうのも、まあ、あのソフトバンクの試合この前見に行っちゃったんですよ、はいはいはい、あの知り合いでソフトバンクファン の,、うん、あのそれこそあの女の先輩で、だからすごい私も嬉しくて、うん、野球好きって聞いたから、ね、ね、もうぜひ一緒に見に行きましょうって言って、ソフトバンクが10対2くらいで勝ったんですよ、うん、強みたいな。そうなんですよね。なんて悲しいストーリーなんだいやでももちろんあのこれからちょっと、まあ、監督もねちょっと悲しいんですけど、はいはい、変わるじゃないですか。そうですね、まあ、そうどういう野球をね、オリックスが今後していくのかっていうのもやっぱすごく気になるところ、うん、なるほど。来年もオリックスを、ね、応援していきたい。なるほどな。いや僕みたいなね、そのもうなんか どの選手がいるとか誰がどうとかって関係なく、もう中日応援するっていうのがこう決まってるみたいな人からすると、ちょっとそういう羨ましくもありっていう感じはしますけどね。そうですかね。いやなんかこうね、あのはっきりしてるじゃないですか、好きな理由が。この選手がいて、この選手がいて、この選手がいて、勝っても負けても楽しいみたいなのが、もうなんというかこう今年の1年とか僕は家疲れて家に帰ってきて、あ、やっと自分の一人の時間だって言ってテレビをつけて、なんか10安打0点みたいな試合を見てなんかなーみたいな、ね、高橋宏斗くんみたいな若いピッチャーが頑張ってね、いやそれでそう20代前半の若いピッチャーが投げているチャンスをアラサーの中堅がことごとく潰していくみたい な, なんかこうすごいこう日本の社会の縮図みたいなのを見て今年オリックスもあんまり人のことを言わない感じでしたね、まあ、ちょっとね3連覇の後のチームからすると寂しい結果なんですね、今年はね、はい、なるほどな。勝ち続けるっていうのは難しいですね。難しい。どんなに強いチームにもね、はい、もう中日なんて僕が本当に少年野球の頃なんかめっちゃ強かったんですよ、基本、はいはいはい、基本勝ってたし、だってその3位になった年でうわまあ3位かよ雑魚とかって思ってましたもん、はいはい、今となってはですよ、サインを取ったらもう多分もう名古屋大盛り上がり、大盛り上がり、そうそう、サインになったらね、もうちょっとだから涙出ますよね、涙ですよね、もう愛知が首都になっちゃうかもしれないですね、そこまでじゃないわ、そこまでじゃないわ、まあでもね、それこそちょっと前にヤクルトとか、はい、そうそうね、6位からそうだね、誰も予想してなかった1位とかあったの で, うんで、オリックスも中島さんになる前最下位とかだったでしょ。そうなんですよ ね、そうそうそう、だからそういうのがね、本当にちょっとの変化であったりとかする、やっぱ監督もね、まあちょっとそれも寂しいですけど、ね、変わって、うん、まあなんかいろいろ期待するところは、はいはい、うん、いやありがとうございますね。ちょっとこれで2月来年の3月の終わりぐらいまでね、ちょっとこう希望を持ってそ, いやいやその後も希望持てるよ、ね、試合やってない時期が一番希望を持って俺たちはキャンプとか
かね、キャンプとか、いや今年こそはみたいな、うん、なるほど、優勝あるんじゃないかみたいな、ね、そうそうそう、今年は違うぞみたいなのを、10年ぐらい、なんか、過去一番の仕上がりみたいなさ、ボジョレ・ヌーボーみたいな感じ、毎年、そう。いやでも今年の中日良かったんじゃないですか、最初の滑り出し。最初良かったっすよ。本当に優勝するんじゃないですか。楽しかったっすよ、毎日。家帰るの楽しみだった。そうね、そう。だからやっぱり、あ、ドラゴンズ勝ってるって、こんなにこう、なんだろうな、気持ちが、ね、明るくなれるんだなって思ったけど ね, ねもう途中からもううつうつでしたよ、ね、うつうつ。いや僕の先輩もすごいあの機嫌よくて、うん、4月5月ぐらい、最近もうファン辞めるとか言い出してました、ね、もう多分絶対辞めないそいつはそいつは辞めないよ毎年言ってる気がしますけど、そうそうそうなんですよね。なんかプロ野球ファンっていうのは謎のそういうこう、なんだろう、うん、こう往生際の悪さみたいなのがあるんですね。損切りできないみたいなのがありますよ。本当ですよ ね, ね, もうね、あの勝った時と負けた時のね、うん、なんか人格誰みたいな、そうそうそう、人格の変わりようが、そうそうそう、本当に面白いですよ ね, ね。もう本当にあのあれだよね、保険の教科書とかに出てくるね、あのアルコールを摂取した人と摂取していない人のなんかみたいな感じですよね。いや本当にね、落差がすごいですよね、うん、優勝といえばさ、ほらもう全然関係ないオリックスの話ばっかりしちゃったけど、はい、野口さんも今年グランプリがちょっとやっぱかかってるわけじゃないですか。そうですね、どうですか、今までやってきて手応えっていうか。いや正直、うん、そうですね、なんかめっちゃぶっちゃけたことを言うと、うん、あの渡辺くらいです手応えは。あのもう全然ふわっとしてる、ふわって感じなんですけ ど、うん、まあでもそうですね、なんかやっぱグランプリ欲しいんですけど、うん、なんかそれ以前の問題で、うん、いやなんかもうなんていうんですかね、経験の方が大事っていうか、うん、なんかすごい いや本当大変だったので、うん、まあ、多分人に勧められるかって言ったらうんって感じなんですけ ど、あのすごいやって自分は良かったなって思ってるし、うん、それこそあの本当高山さんとかタッキーさんみたいな人に会えたりだったりとか、うん、いやあの本当にこういうご縁がね、うん、はいはいはい、あのこれをやったってことで、まあそうですね、出会えたご縁とか、あとは、はい、そうですね、なんていうんですかね、周りの方からの応援が、うん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 、あの今までやっぱりこういうふうに表に立たないと分かんなかった、うん、あーなるほどね、方たちからの熱い応援みたいなのを受けたりとかして、はいはいはい、なんかすごい自分って愛されてるし、やっぱりこれからもその期待にね応えていきたいなってすごい思えたので、うん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 、なんかすごくあのつくこれが終わったら、うん、あの本当に、まあ、まずは家族だったりとか、はいはいはい、すごい仲の友人とかに本当にあの感謝の言葉を、ね、伝えたいなと思っております。それこそリアクションで言うと、私も野球やってますみたいな女子からこうなんかメッセージが来たりとか、そういうのはそういうのはちょっと残念ながらまだないんですけど、うん、あのでもなんかなんて言うんですかね、まあ、それとはちょっと違うんですけど、すごい、うんうんうん、あの自分もこういう経験をして、うん、あの野口さんみたいな人がいてすごい良かったですみたいな言葉をいただいたりとかはしたので、やっぱまあ自分がねいることでそうやって一人だけでもいいんですけど、うんうん、救われてる人がいるんだなって思うと、うん、すごくやっぱりあるなって思います。ね、そうですか。いや結構さ、その見てると大変そうだなと思うんですよ、こういうつくこれとかで毎年、はい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 、あのこの番組結構ネガティブなことも聞いたりするんですけど、こうやっぱり一気にこう人からなんだろう見られる対象になるというか。ね、ちょっと名前も出るし顔も出るしプロフィールがいろんなところに出て回って、うん、変なし学校歩いててもこう全然知らない人から知られてる可能性が出てくるわけじゃないですか、うん、授業とか行ってもね、はいはい、なんかそういうのに対してちょっとこう今までと違うなみたいなのってあんまり感じたことあります？そうですね、いややっぱいやまあないことはないですね、はい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 、正直あの本当に学校パジャマとかで行ってたりとかしてなんかそれできないかもどうしようみたいな、まあね、筑波大生って感じします、ね、どうしようみたいな感じだったりとかあるんですけど、うんうん、まあでも逆にどうですかタッキーさんとか。いや僕はいやでも自分でこんなこと言うのもあれですけど、うん、最近めちゃくちゃもう知られてることが増えていて、はいはいはい、どこで誰に見られてるかわからないっていうところで、うん、すごい最初はそれが結構しんどくて、あなんかこう自分のなんだろう思うがままに生きられない。そうだよね、今までみたいにタッチションとかできないですよ。いやタッチションしてないですよしてないです、してない、捕まるから。あ、そう。そんなことしないですよ。まあでもそういうことっていうかそういうことしてないけど、まあそういう自分の
なんかこうラフな感じ出さないというところが結構しんどさを感じてたんですけど、はいはいはい、まあそうですね、まあ、だんだん慣れてはきて、うん、こう、まあ、どこで誰に見られてもいいようにっていうかところで生活していったら自分に対しても自信が湧いてきて、うん、なるほどね。そうですね、それはすごくこういいことだなっていうか、そうか、自分に自信持てない人って結構たくさんいる、そこは結構自分のいいところっていうか、うん、やってて成長できたところだなっていうふうには思います、うんうん、なるね、人から見られて恥ずかしくない生き方しようって思うとこなんだね。本当にそうですね、やっぱ、まあ、人から見られて恥ずかしくないって結局それって意外と当たり前のことだったりとかするじゃないですか、まあ、なんかそういう、まあ、あのさっきの例を挙げるとタッチするしないとか、でもそれって別にいいですよ、まあ、頑張って言わなくて言わなくて大丈夫です。まあでもそれって本当に、うん、別に人から見られない立場だったとしてもちょっとありえないそうそう、別に見られなかったらやっていいわけじゃないからね、決してね。でもなんかやっぱそういう風になんか自分の行動をちょっとね、うん、改めて見直す機会とかになったんですけど、やっぱちょっとパジャマで学校行けないかもみたいな、うんうんうん、ちょっとちょっとしんどいかも、なるほど ね、 ベッドからそのまま行きたい、はい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 、パジャマって学校、いやでもまあわかります、言いたいことはわかりますよ、ね、そうそう、ジャージとかね、だからこう、ね、オフの日みたいなのがあんまり自分の中でこう持ちづらくなったみたいな感じですかね。そうですね、なんかなんていうんですかね、めっちゃボッサボサでコンビニ行くとか、いやなんか家の近くにコンビニがあったりとかして、じゃそこには本当に、うん、本当に変な格好で行ったりとかしたんですけど、もしかして誰かいるかなみたいな、分かるわ、そういうのありますよね、めちゃくちゃ分かるっす、ね、でも原型ないぐらいもうさ、なんかダッサいメガネ、牛乳瓶の蓋みたいなメガネかけたりそのボロボロの服着てまさか野口さんだって思われなければ全然大丈夫、逆に変顔とかしていくみたいな、そうそうそう、振り切るはあるかも、そうそうそう、なんかボロ穴開いたサンダルとか履いてみたいな、そうしようかな、今度から。なんか生きてるわけじゃないですけど、うん、こうなんか自分がなんかこうなんだろう、気を張ってない時に誰かにこう見られるってめちゃくちゃ嫌な、わかるわかるわかる、だから朝とかもう夜とか行く時はもう帽子めっちゃ深くかぶってマスクして、もう絶対俺って分かんない、芸能人みたいな、有名人でしたね今有名人、有名人絶対行くっすね、朝とかランニングとかウォーキングするとか、あそうだ、絶対もうサングラスとかかけて帽子深くかぶって不審者みたいになって、いやそうマジで一回パトカーに声かけられたんですよね、もう朝散歩してたら不審者だよそれ不審者、いや一応筑波大の学生なんですけど、待ってねみたいな感じで言われたんですよ、ね、だって筑波大の学生がなんでこんな学校してるんだって、いやもっと怪しいけど、ね、間違いない、逆に怪しいですけど、だよね、でも野口さんの気持ちめちゃくちゃあります、ね、あなるほどね、うん、僕一回まあ、ラジオパーソナリティ YouTube もやってるけどあんまそういう経験なくて、ただレイズタウンでやったお祭りみたいなやつに、うん、まあ、行ったら、まあ、タギヤ君にも、ね、一緒に手伝ってもらった、ね、盆踊りのイベントですよ、帰り際に、まあ、そうそう帰るかって帰るこう歩いてたら話しかけられたんですよ、男の人に、すいませんって、あ YouTube かなんか見てくれたのかもしかしてとかって思ったら、中日ファンですかもしかしてってドラゴンズのキャップかぶってたからその時中日ファンですかもしかしてみたいな、僕もそうなんです、あんまり茨城でドラゴンズ好きな人会うことなくてみたいな、いやそうなんですかみたいな、なんかすごいそういう隠れキリシタンみたいな、なんかそう、そういうそういう理由だった、中日ファンに会えて嬉しいですみたいな人に話しかけられて、あそうなんですか、僕ラジオとかもやってるんでぜひよかったら聞いてくださいって言ったら、ああああみたいな、そっちはそっちは全然そうそうそう興味ないみたいなさ、そういうのはもありましたよ。でも確かにね、言ってましたもんね、コンビニ行って声かけられたみたいな、あもうそうです ね、 ね結構ありますね、まあ、最近なんかこれ言っていいのか分かんないですけど、ね、バイト好きで退勤した後に、なんか待っていらっしゃる方に、出待ち写真撮ってください、マジで芸能人じゃない、やばいね、ビビりましたね、さすがにそれは、そう、うん、いやそれはあるんですよ、なんかなんで僕にやるのかなみたいな、はい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 、なんか自分では別に大したことやってるっていう自覚はないんですけど、うん、なんかやっぱりこう周りから見たらこうなんかキラキラしてるっていうイメージを与えてるのかなっていう、そこなんかこう自分との相手のなんか、ああなるほどね、とかで結構、ああ俺でいいのかなって思ったりは結構しますね。自分としては別に全然普通というか、なんかやりたいようにやってるだけなんだけど、そうですね、そういう風に見られるみたいなね、そうですね、見られますし、うん、まあなんかある意味こう嬉しいことではあるんですけど、なんか普通の学生として生活できなかったくなったのがちょっと怖いなっていうか、なるほどね、そうですね、確かにちょっとそれはあるよね、そうですね、もうね、一学生滝谷くんじゃなくてつくばディのこう滝谷メンバーとして見られる、滝谷メンバーってなんかやらかしてないですよねやらかしてないですよね、思われるわけじゃないですか、いや本当にそうですね、変なことできないですね、まあそうだよね、噂広まったりしたらやばいですし、うんね、こういう知名度とかって多分野口さんもそうだと思うんですけど、不可逆的なものなんで、一回手にしてしまったらもう元には戻れない、なるほど、
そこはやっぱりこう慎重にならなきゃいけないなっていうところはありますけど、難しいよね今ね、映像とかも残るしね、うん、いや本当にそうです ね本当デジタルタトゥー、デジタルタトゥーですよ。就活とかちょっと心配だなっていうか、なるほど、ね、この前それこそバイトの面接行ったら、うん、なんか見てますみたいなやつあって、まあ、結局落とされたんですけど、あ、そうなんだ。それがなんか逆に SNS で影響力持ちすぎてて、うん、なんかそういうバイトテロじゃないですけど、まあまあまあ分かる分かる、危険性があるかもしれないって思われたのか、うん、シンプルに俺が仕事できなそうって思われたのか分かんないですけど、そう、喋ってみたら普通のやつだった普通のやつだった、あれ思んねえなかもしれないですけど、いやバイトで落ちるんやみたいな。なるほどな。インターンとかやったら強いんですけどね。あ、まあ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 ね、アピールポイントがあるからね。そうだね。野口さんもバイトしてて話しかけられたりとかしてますか今？あ、そうですね、バイトはやっぱり、はい、その学校の中でやってるっていうのもあって、うん、結構、うん、まあ、本当たまにいいんですけど、うん、あれなんか出てますみたいな感じになって、応援します、頑張ってくださいみたいなこと言われて、ありがとうございますっていうのあるんですけど、やっぱなんかちょっとバイト中っていうのもあって、うん、やっぱ仕事中、もちろんめっちゃ話しかけていただけるのはすごく嬉しいんですけど、はいはい、やっぱバイトで結構下っ端っていうのもあって、うんうんうん、今大丈夫かなみたいになっちゃったりとかするんですけど、基本的にはめっちゃ嬉しくて、うん、だし、まあ、うちのバイト先はどっちかっていうとそうやってお客様とのコミュニケーションを大事にしているバイト先なので、本当に聞いていただいている方がいらっしゃいます。はいはいはい、本当一言でいいので声をかけていただけると、はいはい、ね、めちゃめちゃ励みになります。ここ心当たりがある方がねいればってことですよね、はい、でも絶対話しかけてくる子もさ、もう分かってるって最初からで、なんか、なんかもしかして出てますとかじゃなくて、うわ出てる人出てる人やけど、人やって思いながら、でもあ、まあ、別にそんな興味もないけど、なんかどこで見たことあるですよねみたいなテンションで、なんか全然関係ないですけど、そうそう、うん、なんかそういうので私結構人の名前を LINE グループとかで事前に見てめっちゃ覚えちゃうタイプなんですよ。例えば新しい何か団体に入りますみたいな時にめっちゃ名前とか、あ、この子多分あの子だわみたいなのを覚えてるんですけど、はいはいはい、なんかキモいかなと思って一回知らないふりする。わかりますわかります、めちゃくちゃわかります、すごいわかります。誰？よくやります。僕もゲストに出てくれた人がよくあります。あります、うん、ネトストして、ネトストっていうか事前なんかどういう人かね、あ、そう見て、その同時聞くこととか決めるじゃないですか、はいはいはい、でもなんか知らないふりして聞きます。いや、めっちゃわかります。え、本当はもう今日も私のことも本当はもっと知ってました。それは知ってました。オリックスファンは知らなかった。知らなかったですか。オリックスファンは知らないけど、ソフトバンクの試合見に行ったら知ってました、ね、知ってました。なんかソフトバンクなんかこうね、鷹のユニフォーム着てる人来ました、借りましたです。ストーカーのプロですからね。ストーカーのプロはもうストーカーじゃん。ダメですよ、高山さんはストーカーのプロですからはダメですよ。いや、ダメですね。でも、まあ、声かけてもらえるのは嬉しいですよね。いや、それは間違いないですよね、本当に。結構僕あるのが、通りすがりつくばりっていう現象がめちゃくちゃあるんですけど、うん、チャリとか、つくば台がチャリじゃないですか。だから通り過ぎて早いから、ね、うん、つくばりみたいな、俺が通り過ぎてから後ろから声かけた。あ、でも、ありそう。てか、そうそう、私やっちゃいそう、それ。あ、そうなんだ。知らなかった。え、今のみたいな。あれみたいな、やっちゃうかもしれない。とか、なんかこう、ひそひそ話されてたりとか、聞こえるんですよ、ね、でも聞こえないふりするっていうか、通りすがりの時も、なんか振り向いたら、なんかすごい、こいつ生きてるなみたいな、思われるのも嫌だから。まあ、自意識過剰みたいな感じになっちゃうからね。どういう反応していいか分かんないから、うん、逆に声かけてほしいっていうのは、すごい、野口さんの気持ちめちゃくちゃ、ね、いや、本当にそうなんですよね。もう気づいたら全然、声かけていただいて。言、うん、うぐらいだったらねっていう感じだよね。うん、確かにな、難しい、なかなか。だから、総放祭当日もあれですか、いろいろこう練り歩いたりとかする。そうですね、ちょっとあるんですけど、まあでもそれは本当にもうがっつり多分、うん、これの他のメンバーと持って歩くみたいな感じなので、声をかけていっぱいかけてもらえると思う、ね、うん、そうですね、嬉しいです。ねえ、それでもでも一言じゃないでしょ、あなたも。いや、僕もですね、まあ一応去年も何人かから声かけていただいて、うん、今年は何人か声かけられるんだろうみたいなね、あれ持ったらいいんじゃないですか。確かにスカウター見て、いやいや、キモすぎでしょ。一回見たら絶対はい、道つくばりそうそこまでやんないですけど、まあ、でもまあなんかこうどれだけ声かけられてもらえるのかっていうのは、今の自分のこうつくば台の中におけるこう認知度を測るのに一番こう効果的な指標ではあるので、うんうん、すごくまあ嬉しいですし、その励みにもなるんです。そうだよね、本当にそうですね。お二人の活動はやっぱり高校生とかこれから大学上がってくる人たちにもやっぱり見えるから、まあ、全然ねいいことですね、それだったらね、うん、そうですね。いや、でも本当にちょっと話それるんですけど、本当に筑波大のためにこうやってるっていうのがすごい私は
あのすごいなと思ってる、はい、つくば D さんですか、はい、あのつくこれを始めて、はいはい、やっぱあの、まあ、個人では SNS やってるけど、うんうん、まあ、初心者なわけですよ、はいはい、でそれを3ヶ月でコンセプト持ってやり通すってめっちゃむずくて、うんうん、最初にこう何かこういうのがやりたいっていうのからやっぱどんどん迷走してっちゃうんですよ、うん、みんなそうだと思うんですけど、うんうんうん、で私は一応野球女子っていうのを掲げてたけど、うん、まあ、それでもやっぱりちょっとブレたりとか、うん、なんか私野球女子っぽいこと全然してないから、あ、なるほどね、うん、これ写真載っけてるだけで私何したいんだろうとかあったんですけど、うん、なんか本当にそれこそこの前つくばライブの PR に呼んでいただいて、うん、あのこうやってなんていうんですかね、やっぱつくこれって一応つくば大学のあのコンテストで、うん、あの可愛さとかかっこよさを競うものじゃないので、うん、私もね、あの滝さんみたいに、うん、こう筑波大学もこう PR するうちになれたらちょっといいなと思いつつ、はい、すごくあのだからあの、まあ、この活動が終わっても今後もちょっと筑波大学の、ね、そういうスポーツとかにも関わっていけたらいいなっていうことを考えております、うんうんうん、なるほどね。じゃあ、あと残り、まあ、放送日から数えるとあと1週間ぐらい、あと1週間で何かやってみたい新しいことってありますか、最後に。なんだろう、でも何かそれこそネタ切れっていうか、うん、ネタ切れ、うん、感じはあるんですけど、うん、うん、そうだな、いや結構もういろいろ、なんだろうな、何かあります、何かこういうのやったらどうなのかなみたいな。あ、そうですね、まあ何かまず自己分析から始めたの結構遅い、まあ一旦こう自分の立ち位置っていうのを見直してみて、うん、本当に自分の目標がどこにあるのかっていうのをもう一回確認してみて、その中でこう、まあ、自分のやりたいことっていうのももちろんあると思いますし、うん、まあ、結果とかを出すためには、求められてるものっていうところがあると思うので、うん、自分のやりたいことと求められてるものっていうところをうまくこうブレンディングして、はい、こう、うまい感じでこうハイブリッドな案を出していくっていうのがめちゃくちゃ大事で、うん、結構あのありがち、発信者にありがちなのが自分がこう見せたい像をそのまま出しちゃう、うん、めちゃくちゃ多くて、はいはいはい、それだと見てる人から求められてるものと違ってくる、あ、なるほど、ね、だからといってそっちにこう迎合する必要がある、はいはいはい、そこをこううまく合わせて2つの案を1つにして動画を出す、なるほどなるほど、だからこう自分、まあ、自己分析もそうですけれども、うん、他人から見た時の自分っていうところをしっかり分析してあげるといいんじゃないかな、しっかりとしたアドバイスです、ね、これ8月に聞きたかったです、ね、ちょっと会うのが遅すぎたね、でもそうです、なんか今の聞いて、うん、まあ、最後にちょっとなんか一個でもいいので、うんうん、こうなんていうんですかね、もう集大成みたいなものをちょっとやってみたいなって、はいはいはい、自分らしさみたいな、そうですね、うん、自分らしさとやっぱりあの本当に滝谷さんが言った通りに、うん、あの求められてるものと、うん、あの自分が発信したいものの、うん、それは分かりますよ、あのこうなんていうんですかね、うん、線引きみたいなのめっちゃ難しくて、難しいですよ、いや本当に難しくってこれが、うん、なのでね、ちょっとまあ最後に、まあまあ、3ヶ月の成長っていうのも合わせてちょっとなんか1個くらい企画をね、うん、あのできたらいいなって思っております。なるほどね。そういう滝谷くんは、まあ、今年もあと2ヶ月ぐらいですけれども、はい、なんか今年やり残したこととか、やり残したこと、学長に会うとかね。あ、まだ会ったことない学長あるんですけど、学長とコラボ動画撮りたい、学長とコラボ動画とか言ってますけど、なるほど、でもついにそこまで来たかみたいな感じで、ね、いやまあその冗談ですけど、うん、いやいやいや、なんだろうね、これからやっぱりこう筑波大受験控えてる高校生とかもいると思うんで、うん、そこでこう高校生たちが1月共通テストあると思うんですけども、うん、そこに対してこう高校生たちのサポートっていうか、うん、こう筑波大最後やっぱ筑波大行きたいよなとか、うん、そういうこうモチベートすることをこれからやっていきたいなというふうに思ってます、うん、なるほどね、はい、まあ、あのセンター試験とか共通試験、まだあと3ヶ月ぐらいですもん ね、 そ う、 ですね、そうなんですよ、やっぱ結構やっぱ受験生コンテンツってあってね、僕と大使と、うん、もう一人の人となんかこう受験の時の思い出語ろうみたいなやつは、なんかこうロングヒットでもないですけど、ロング内アンダーぐらいだけどじわ、そうそう、なんかシーズン限らずじわじわこう再生されるみたいなやっぱあるんですよ、やっぱ、はいはいはい、とこね、なのでまあ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 、ちょっと今後もやっぱり今日はつくこれの話もしたし、なんだろう、学生インフルエンサーのこうあるあるというか、なんか難しい話みたいなのもいろいろしてきて、なんか僕自身も結構こう発信する立場として勉強させてもらったんですけど、なんか最後にこう聞いてる人にお伝えしたいことかってありますか。じゃあ僕からいいですか、はいはい、まあ、僕そうですね、やっぱりこう自分のやりたいこととかに対して正直になれない人ってめちゃくちゃ多いと思うんで、うん、そのやっぱりこう社会人の方だったら生活だからとか、はいはい、大学生だったら周りの目が気になる、はいはいはい、高校生だったらこう
自分の自由がない、うん、親に支えられて生きてるってところ、うん、金銭的なとか時間的なとか、うん、あると思うんですけれども、やっぱりこう自分のやりたいに忠実であってほしいな、なるほどね、やってほしいなっていうのはすごく思ってて、はいはい、やっぱりなんだろう、自分のやりたいっていうことをまず突き詰めていった先にはそれを応援してくれると思いますし、はいはい、それで誰か周りの目を気にする必要はないのかなと思うので、その自分に素直に生きてほしいなっていうのはすごい、うん、まあ、特に高校生とか大学生、僕と同じ、ね、筑波大生とかそれ以外の学生にもなんかこう意識して生きていってほしいなっていうふうには個人的には思います、うんうん、なるほどなるほど、はい、野口さんはどうですか。はい、すごく滝谷さんの話ももちろんそうだと思いますし、はいはい、うんうん、あとはそうですね、私はやっぱりその野球を、うん、中学生の時に男子の仲だったんですけど、うんうん、野球を始めるっていう決断をして、うん、まあ、それが難しい決断ではあったんですけども、うん、それで後悔したことが本当にないので、うん、もう滝谷さんの言う通りに、うん、本当に自分のやりたいことに心に思うがままに従ってみるのもたまにはすごくいいなるほど、ね、もちろん私はそういう人の応援がしたくてここにいるっていうのもありますし、うん、必ず周りでね絶対一人でも応援してくれる人っていうのもいますので、うんうんうん、まあ、そういう人の力も借りながらね、ぜひ皆さんのチャレンジを応援していきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございますね。急にインスタグラムで変なことやりだすかもしれませんけれどもまあそれはそれでこう自分をなんかいろいろとこう、ね、苦しみが見えますよね。それはそれでいろいろ考えた結果ここにたどり着いたんだなと思って皆さん見ていただけると思います。頑張ります、はい、はい、というわけで、本日のゲストは、筑波コレクションナンバー6の野口リリコさんでしたっけ、はい、はい、でした。そう、たまにちょっと危ない時が危ないんですけど、ゲストに忘れちゃダメっすよ、はい、と、代打 MC のね、滝谷修太君に来ていただきました。はい、はい、というわけで、じゃああとは1週間10日間ぐらいですか、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。はい、というわけで、恥ずかしい気持ちもゼロじゃないでした。ありがとうございました。ありがとうございました。